皆さんこんにちは、なるほど天です。今日もシースルーマッチ3で遊んでいきます。まなみちゃんの686ステージ攻略いってみましょう。さあ、お、ダイヤモンドですね。発掘いたしましょう。ずらして、ブロックも壊さないといけないですね。そう、皆さんあれですか、腕立て伏せとか腹筋って何回ぐらいできますか？なるくんあれですよね、腕立て伏せ10回できないぐらいですよね。で、腹筋が、まあ腹筋の方がまだ多いですかね。15回、20回ぐらいですかね、ちょっと。頑張れば20回ぐらいいけます。よかったら皆さんコメント欄にどれぐらいできるか教えてください。最近スクワットとかもしてますからね、ちゃんと。この辺なんか怪しい。おし、1個ありましたよ。これで1個いけるでしょ。はい、これで消して、オレンジで下げますか、一段で黄色をバーンってして、おお、爆弾作ってみますかね。いやー、結構簡単にいってますよ、サクサクと。どうしますか、これ。もういきますか、ドカンって。おー、あー、そこの位置ですか。ちょうど厄介な場所にありますね。はい、赤下げて、特殊ジュエル作って、あと13回。わあ、これで青こっちにずらして、さらに青をずらすと。よし、ちょっと動かない、スマホが、ちょっとスマホが端っこが。さあ、あと1回。これで、あ、でもダメですか。黄色下げますか。はい、下げて、赤もう一個下げれたらいけるですけど、あ、これで下げれますね。いや、これじゃダメ。これじゃダメ。こうして、こうして、下げて、あ、ちょっと待って。あ、微妙。すごい微妙だ。どうすればいいの？青消せないでしょ。あと4回。ちょっとなんか積んじゃった気がしますね。青でしょ？いや、これでもう下げますか。よし！あ、すごい！星ができた。いやー、面白いですね、こういうの。ということで、今回の動画以上とさせていただきます。他でもたくさん動画ありますので、よかったらそちらもご覧くださいませ。ではまた次の動画でお会いしましょう。